校内さぬき白鳥法より、三本松駅は、香川県東香川市三本松にある、四国旅客鉄道高徳線の駅である。駅番号は、T12、特急を含むすべての旅客営業列車が停車する、東香川市の実質的な代表駅である。単式、島式ホームに面3線を有する地上駅で、他に留置線が一本ある。 高松方面で当駅始発列車が設定されている。一線スルー化工事は施行されていない。かつては一番線手前に貨物留置線が設けられていたが、貨物取扱終了と共に廃止され、現在は駐車場、駐輪場となっている。緑の窓口がある。傾斜式自動券売機一台ある。駅舎内に以前は四国キオスク経営のキオスクが営業していた。 水泉式トイレが改札内外にある。郵便ポストがある。駅舎隣に以前は JR 四国グループのパン屋ウィリー・ウィンキーが入居していた。その後、個人経営のパン屋パリジェンヌが入居していた。現在は名工技術三本松駅前教室が入居している。上下線とも行き違いがない限りは、駅舎側の一番乗り場を優先的に使用する。当駅は、 高松駅の非管理駅となっているため、駅長はいない。出刷、修刷業務、改札業務のほか、駅の清掃などの作業も行っている。窓口にはマルスがある。1日平均の乗車人員は以下の通り、駅前。ありがとうございます。